はい、痛み、しびれの治し方パート3です。もっとかな、パート4ぐらいかもしれませんが、今回の動画ではちょっとお尻とはまた少しずれた場所に対する治療のやり方をお伝えしていこうと思います。これも自分でできていきますし、自分で治せますから、ぜひ頑張ってみてください。やっていく場所としては、前から見た絵、体を前から見たこういう絵だと思ってください。おへそがここにあって、まあおちんちんがこの辺にあるとしたときに、ここに出っ張ってる骨があるはずです。おへそがあったとき、そのちょっと出しますね。おへそがあったときのここの角っこの部分、斜めに続いていくと、ここの角っこの部分にちょっと出っ張ってる骨があると思います。出っ張ってる骨ですね。ここの部分から外側にですね、このように出っ張ってる骨の部分からこうついていくような筋肉があります。こう足の方にまで続いていく筋肉があります。この辺触っていただくと、なんかゴリゴリするような感じがあって、場所としてはですね、ポケットがここにありますが、ちょうど、普通にズボンを履いている形だとポケットの入り口あたりになります。ポケットの入り口あたり、ここの部分の筋肉が硬くなってしまうと、ここの部分の筋肉、大腿筋膜張筋って言いますが、ここの筋肉が硬くなってしまうと、股関節の動きをストップさせてしまいます。股関節の動きがストップされてしまうと、前回お伝えした通り、前々回くらいかな、腰の部分が動きすぎなければいけなくなってしまうので、それによって腰が動きすぎると、腰の部分の筋肉が頑張りすぎて痛くなってしまったりっていう、あとは膝の部分もそうですね。股関節が動かなくなると膝が動きすぎなければいけないので、膝が動きすぎた時に膝が痛くなるっていうような形になってしまいます。なのでまずここの股関節の部分の、前のところですね、ポケットの入り口のところを、自分自身で直していく方法がとっても大事になりますので、まずそれを覚えていきましょう。はい、やり方としてはさっきと、前回と同じです。お尻の部分のケアととても似ています。場所としてはここのポケットの入り口らへん、この辺にゴリゴリしている部分があるので、ここにテニスボールを当てます。そしてその状態でベッドにこう寝て、ポケットの入り口、なんかゴリゴリしてる痛気持ちいいようなところがあるので、ここに当てて横向きでこう寝ちゃいます。横向きでこう寝ると、特に体が悪い方とかは足の方にまで何かジーンってする感覚が出てしまう方もおられますが、それはそれで OK なので、それはすごく効いてる証拠ですから、その状態で深呼吸です。深呼吸をおよそ10回ぐらいやりましょう。深呼吸10回ぐらい、そうするとここの部分の筋肉がすごく柔らかくなってくれて、それによって股関節の動きが良くなります。股関節の動きが良くなっていけば、それに伴って腰の部分の負担が減ったり、膝の部分の痛みが減ったり、あとは引っ張っている神経の状態が良くなるので、足の痛みやしびれっていうところがなくなっていくっていうような形になりますので、これをぜひですね、テニスボールを使って朝と夜ですね、トライしてみていただければと思います。深呼吸10回を朝と夜です。これをぜひ試してみていただいて、ご自身のお体のケアっていうところを、実践してみていただければと思います。本日の動画は以上です。本日も動画をいただきありがとうございました。